はい、ということでね、宝くじメンバー、スタッフ決定させてくれたので、わざー拍手選ばれました。お、宝くじメンバー発表でまず、シャル。おお、まあ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 、それはね。それはそうだね。なんでハウ。おはい。でも私はもちろん、無条件でいきますんで。で、あと、1人なんですよね。あと1人。悩んでるのがこの2人、千葉サク。おお、千葉ちゃんはシックチェック結構評価が高かった。今香水を出るな。じゃあどうやって決めますか？じゃんけんも運のうち。これで勝てないやつは宝くじも当てれない。おお、最初はグーじゃんけんぽい。おお、やるな。最初はグーじゃんけんぽい。よいしょ。4人目はサクさん。5億円だ。当たってない。まだ当たってない。私とシャルフ、ハウ、サク、この4人のメンバーでハロウィンジャンボ宝くじ買っていきたいと思います。イエイ。はい、ということでね。運が悪いんだよ。波よけ神社です、こちら。なんでここで災難を除き、波を乗り切ると、この4人でやっていきたいと思います。よいしょ。選ばれちゃった。じゃあ運を上げて5億円当てましょう。こんにちは、よろしくお願いします。真ん中歩いちゃダメなんだよ。チェキとコペが翻訳。これってことは去年、今前役で、来年翻訳になる。マジ？だって前役で俺もう足の骨折ってる。これ以上にやばいことが起きるってことだよ。俺はちょうど翻訳の時にずっと出れなくなったから。だからそういうのを全部取っ払おうっていうやつで。メス？これメス。いやオス。これ何ですか？漢字。メスかな。手で書いてほしかった。メス。はい、漢字おばかさん4人組。真ん中ってどうやって通るの？いや、じゃあ本当に？おみくじあるよ。これはもうね、当たった。ありがとうございます。これは当たった。ありがとうございます。せーの。当たりますように。これもおみくじやりたい。おみくじを終わり。終わってる。ゴージでします。はい、ということでね。波よけ神社からこっち来たんですけども、見てください。これなんと閉店ガラガラ。もうこれはね、幸先がいいとしか言いようがない。まあしょうがないから、今度後日また買いに行きましょうという感じ。そうだね。乞うご期待。はい。はい、ということでね、この間宝くじ買いに行ったんですけども、もう閉まってんのよ、シャッターが。この4人だからこそダメだということで、この中で最強の2人を決めて、それでもう一回リベンジしたいなって思います。なるほど。名前と生年月日を書いてください。はい、はい、いやこれ普通にそんなん俺じゃん。俺らの失礼しますねえねえねえ。何これ。何？そんなん俺かけよ。いやかったよ。怖くなってきた。びっくりした。びっくりした。分かっててもお前らやもうこの段階で俺書かなくていいってことだよ。これね違うお前バカ気づけお前これで終わってるよ。いやマジでもう最悪書きなよ。まず何書きながら普通に書く。まずあとで指足も一回やっときな。いやもう分かってる。試合はやりたくないの俺。分かってる。はい、そんなことでね、最強の2人簡単に決まっちゃいましたよ。俺らです。でも2人ってなんか寂しいね。なんかだからあともう1人だけ選んで宝くじリベンジしようかなって思います。これ渡して書いてっつって最初に取った2人がダメ。じゃあ今から本番前の楽屋にレッツゴーして決めたいと思います。もう1人選ばれた強運を。失礼いたします。失礼します。失礼します。すみません、選ばれなかった3人に朗報なんですけど。なんすか？あと1人だけ宝くじ僕と一緒に行けることになりました。よいしょよいしょ。選び方なんですけど、落選した俺ら。この紙問診票がもういい問診問診票があるんですけれどもここに書いてもらいたいんですよね。字を。まあまあまあ、じゃあはい、書いてもらってちゃんと気持ち込めて言ったらまずおーマジ？いやもう紙を変えてやだよ。なんも出ない。とりあえずはSHUNで。なんで俺かな？俺をっていうの？ガッとね。ここでやるの？実はこれビリビリペンですよ。それはもうわかるわ。3本のうち2本あってビリビリなっちゃったやつらが不運だということで、でSHUNはビリビリしてないから強運の持ち主だと見込んでとある宝くじに買いに行こうと思います。マジかよ。最後SHUNにやらせて終わる。確かにうわ最悪だ。いや最後やってないから両手で。今回なんかビビってるからなんか言ってあげてよ。痛くないよ。ねえいいから貸してね。心臓に当ててもらう。お願いします。いただきますよ。3、2、1。いけや。もう一回待って。いくよ。9、8、7、6、5、4、3、2、1。はい、ということでね、今回新メンバーの豚ちゃんを連れてきました。よいしょ。じゃあみんなの全財産をいただいて、これに入ってるんだよね。うわやばい、重みがやばい。まあこれで5円あげちゃいますよ。とりあえずこれは3分割しよう。じゃあ5円あげるよ。5円新メンバーに。それでかい、それでかい。それマジか。5円で買えるんですか？いいよ。もうなんかさ、取れたからさ、この1万4000円でさクレープ買って帰ろうよみんなの。じゃあ、はい、ハロウィンジャンボ宝くじとバラで。これ数字があるよ。そこから11から20ってリアさんなんかおすすめの数字あります？やば、11から20。いや俺13だね。あ、じゃあだって俺削じゃん。13と19。39だよ。39。さあ一瞬で解けるじゃん。ここに5円があります。はい、ということでね、先ほど買ってまいりました。無事買いました。僕はバラの10セットと3セット買いました。僕も一緒です。私は連番を2セットだから20枚買いました。ドキドキしてきた。やばいこれ当たったらマジで飛びましょう。もう当たったら飛ぼう。いや飛ばないで飛ぼう。忘れてっから飛んだほう。飛ぼう。じゃあいくよ。せーのはい。絵の裏の一文字書いてください。いや地味地味地味はどれどれ